はい、それでは今日から第25回分数に入ります、ね。まあ、分数のいろいろな問題が出てきます、ね。なんで、まあね、分数といえばね、まあ、ちょっと今までね、これね、整数だったんですけど、数の性質の問題をやってきました、ね。なので、まあ、数の性質としてね、じゃあ分数の問題をこれからやっていきます。例題1番、分母と分子の差が35で約分すると9分の2になる分数はいくつですか、ね。差が35で約分すると9分の2、約分して9分の2になるってことは、ね、約分するために割った数をかけてあげると元に戻るんだよね。でということは 2×1 か、ね、同じ数をかける。で、差が35ということは、9×4×2×4。これが35になる。こういうことだよね。ということは、9×2×4。これが35。ね。というふうに考えるわけです。じゃあ、四角に当てはまる数は、35÷9×2=7。ということで5だ。四角に入る数はこれ5だ。じゃあ元の数はね、2×5 で10、 9×5 で40というふうになります、うん。